正直相性悪いですね、僕。相性悪い、どういうこと？ジュリ君と相性悪いですよね。相性悪いってどういうこと？何かするときいつもなんか負けちゃいます。そうなん、先輩夏にちょっと押されちゃいます。じゃあちょっと有利なのかもね。そうですね、ちょっと後輩に恥をかかすやろうかと。ああなるほど、キングだか何だか知らないけど、言われてるよ、言われてるよ。勝負はやっぱ真剣にいきますよ、やっぱ僕は。ああそうだよね、はい、やっぱり先輩とか関係なく僕ジュリ君を倒します今日。お、言われてるよ。でも俺地元で田中プールって呼ばれてるんで、そんぐらいプール得意。田中プール、お、言われてるよ。いつもいやでもワンターンでいいんです。続いては永瀬と田中の対戦、先輩後輩の因縁の対決のようですが、問題。フルマラソンで走る距離は何キロ。対戦スタート。しかしおっと永瀬が出遅れた。追いつけるか。一足先に田中がフラフープをくぐる。そして遅れてきた永瀬、フラッグを掴んだのは田中。はい、ジュリー。さあそれじゃあジュリー、お答えは 42.195。 正解。やっぱちょっとレン君相性悪かった。やっぱ相性悪いです本当に、ジュリー君は。永遠のライバルです、やっぱ。じゃあまあ試合終わったけどこれだけ持たせてあげる。あ、そうです。何の優しさかわからないですけど。